調べたところ車の窓ガラスが割られていて、グループメンバーのリライトさんと VI さんのパスポートなどが入ったバッグがなくなっていたということです。マネージャーが車を駐車したのはおととい午前3時半頃だったということで、警視庁は窃盗事件として捜査しています。ビッグバンは2009年に日本レコード大賞の最優秀新人賞を受賞するなど、韓国や日本などで活躍する人気ダンスボーカルグループです。